ーロー3rd Audio Project の第1弾が今回この BB-MIN という Bluetooth スピーカーになります。本日は、オーディオビジュアル評論家の河野池先生に、この BB-MIN についてご感想、ご意見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今までになかったオーディオと言えると思います。まずスピーカーというのはできるだけ小さくて点に近い方がいいんですけども、その点でこのスピーカーは非常に小さく作られているんですね。それからですね、スピーカーが空中に浮いているような状態で反射の影響を受けないので、音が自然に広がると、こういった利点があります。あと、機能面でですね、1つでも十分いい音が聞けるんですけども、2つ接続するとステレオになってより広がりがある音が楽しめるんですね。こういった機能ですね。あと、もう1つ携帯電話のスピーカーフォンとして使えますので、相手の声もですね、いいスピーカーで聞くとよりクリアに相手の声を聞き取ることができます。この BB-MIN の素材とか機能についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。大きさご覧になっていただいて分かるように、ほぼゴルフボールサイズ、43mm の直径のサイズになっています。で、そのキャビネットの素材ですが、これアルミブロックから削り出した削り出しのキャビネットで、非常に強度が高いものです。で、このフレキシブルケーブルなんですよ。形状が非常に自由に使えるという、いろんな形で、机の上でもいろんなところでも置いて楽しんでいただくという、そういう場合になります。また当然これ USB ケーブルなんで、チーロバッテリーと接続して充電とか、そういう具合の使い方もできるようになっております。以前よりピンポン玉のような小さくて音を楽しむオーディオを作りたいと思っておりました。今回第3のオーディオという新しいジャンルを皆様方にご提案いたします。皆様方の力で第3のオーディオを広めていただきますよう心からお願いいたします。